ばんは。こんばんは。手紙最高ってありがとうございます。そう、今日はね、花大公園しみさら生誕祭があって、しみさらのお手紙を書かせていただきました。ちょっとご飯を食べたいんですご飯食べたい、夜ご飯を食べたいので、お弁当をやってたい。なんか暗いな、なんか絶対これ暗いわ。いたたたた、食べさせていただきたいと思います。今日はハンバーグ、チロン。このハンバーグ前回の公演の時にもあって、美味しかったやつ。今日ね、ひなさんがタンプレくれたんです。2日連続でジルもらった。昨日アンナちゃんにこれもらって、今日ひなさんがタンプレくれた。嬉しい。そう、ひなさん2日違いなんでね、ひなさんには待っててくださいねって言ったひなさん待っててくださいね。あれ、なんか温めたのに温まってないな。まあいいか。そう、せっかくなら持って帰ってきて。あ、いけるいける。うん、今日はね、昨日のフクフェスからの帰ってきて、広島に帰ってきて、花だれ生誕祭でございました。スケさん、フックポンさん、浅香さん、 MJ さん、キョンシーさん、チコちゃん、エンちゃん、ビロシさん、アサッチさん、ヤジウマさん、ニットニットじゃない、これもしかして。まあいいか。編み物めっちゃキノコさん、かわいいギフト。アバッタンさん、おいでます元気さん、バラーバーバブスさん、ケイトみたいなやつ、中野さん、ありがとうございます。今月3回目の花だれでした3ヶ月出ない時もあれば、月に3回出る時もあります。
まあサラだけじゃなくてね、多分チョウさんとかも多分ずっと出てないし、元旦を除いたら出てないメンバー結構いる気がします。しかも全部3回ともエディオン。3回ともエディオンでしたよ。全部見に行きます。ありがとうございます。昨日の今日だから体がキレキレ、まあキレキレかは分かりませんけど、まあいろんな節々が筋肉痛ではあります。昨日はねリバーとか激しめなやつもやったので筋肉痛でございます。いろんなところが、あと多分新幹線もある。新幹線にで体が凝っているのもきっとあります。ともゆきさん、森健銀河さん、ゆうちゃん、おとっさん、しまんちさん、やすべさん、ありがとうございます。ゆうちゃんかわいいギフト、だいごさんありがとうございます。首はだいぶなって、足とか背中とかいろんなところが、節々が、節々がやられてます。昨日のホテルは布団がふかふかで良かったです。布団がふかふかでした。しかも枕の高さもちょうどよかった。文句なしの。なんかホテルってさ、家みたいな布団じゃないけんさ、寒いやん。寒い冬は。なんかってさ、ホテルのあの狭い、あの狭さで暖房をあんまつけたくなくて、めっちゃ乾燥するけんさ、これハンバーグ。昨日は一人部屋でした。
毛布とかないけんさ、ちょっと前に泊まったホテルめっちゃ寒かったもん。なんかこれはシーツなのか布団なのかみたいなレベルの薄さの布団でこれシーツかなみたいな。そう、昨日は心地よく寝れました。さあもうさらもうって家で寝るときも絶対にあの暖房切ってから寝る。絶対にね。そう、今日朝からまあまあハプニング。朝まあちょいハプニングがありました。ちょいハピ、あ、ハピじゃない、ちょいハプ。ちょいハプです。なんかエレベーターを待っとったら、その時リッセンちゃんとマヒナさんとサラがそのエレベーター待っとって、もう全然エレベーターが来んくて、しかもまあまあ低めの階に止まっとったよ。サラはね、そう低めの階やったけんやったんやけど、全然マジで来んくて、やっと来たかと思ったらもうぎゅうぎゅうに乗っとるんよ。エレベーターもう乗れんの、乗れないレベルで、次押してもなんか まだ全然こんくて、全然本当にねエレベーターがこんすぎて、やけん階段で降りるってなって、あの非常階段みたいな階段があったけん、階段で3人で荷物を抱えてね降りたわけですよ。で降りたら、あの一番下まで降りたら、一番下のドア、一番下のドアがなくて、一番下に降りたらなんかドアがなかったよ。えけ入れんくて、入る場所がなくて、えけってなって一個2階に上がって、2階のドアを開けようとしたら2階はなぜか鍵がかかっとって、でまたもう自分たちの階に戻って、そうってして、また次エレベーター来て、もう次ぎゅうぎゅうだったとしてももうさすがにもうそれは乗ろうって言って、結構ぎゅうぎゅうなところ、もうサラが乗っとる側だったらもう乗ってくるなよって思うぐらいに、結構ぎゅうぎゅうに乗っとるところに頑張って3人でそう乗せてもらって、でしよったらエレベーターだけで、エレベーターその3階、もう3階から1階に降りるだけなのに、そのエレベーターのやり取りというかあれに10分弱かかって、そう10分弱かかって、めっちゃ苦戦した。朝から眠たいのに登って降りてよ、の無駄に降りて登った。っていう朝でしたね。世の中3連休やもんね今。新幹線とかも人多かった。
そう、荷物抱えてね。重量オーバーでならなく、確かにね、重量オーバーでブザーなったらめっちゃ気まずい。大丈夫、アイドル3人だったので重量オーバーにはなりませんでした。めっちゃ気まずいよね、自分が乗った時にブーとか言ったら。リンゴさん、キティちゃんや。そう、スーツケース持ってなかったけんね、よかった。今日はスーツケース持っとったらもう絶対に乗れんぐらいのスペースに頑張って3人で乗ったは、意地でも入れてもらった。あ、そう、 YouTube 投稿されたんですよね、1月の頭に。ダブルサヤカと熊本に行っていたお仕事の内容が明らかになりました。そう、まだ見れてないんやけど、どんな感じになっとるのかは分からんけど、みんなが忘れかけていただいたであろう熊本のお仕事。そう、あれって STU ラボなん？ STU ラボ？あれ STU ラボなんかな？みんな STU ラボって言ってるけど、果たして STU ラボなのか？あ、本当だ、 STU ラボ番外編って書いてある。ラボだったのか。そうなんだね。YouTube、 STU の YouTube って聞いとったけど、イコールラボなんかな。イコールラボさんみたいになった。イコールラボなんかな。そう、え、どこまでが使われたんかな。なんか全部で3回あるらしくて、今は今日は1話だけど、ちょっとどこまでが出とるか分からんけん、なんか言いづらい、何をどこまでを言うか悩むけど。
結果出たん？あ、結果出たん？あ、そうなんや。結果は出たんですね。くまモンはまだ出てない。くまモンは多分もう一生出てきません。くまモンは出てこないと思います。そう、まだね見てない方もいると思いますが、早めに見てください。しっかり見ていただいて、メールがね送りたいものがいっぱいあって、あ、海苔食べよう。ちょっとご飯が余ったので海苔と食べます。この前の海苔がまだある。あ、湿気たかな。うわ、湿気たかな。うわ、え、ショック、めっちゃ湿気取るこれ。え、ダメだ、めっちゃ湿気取るこれ。なんかさ、あの筒というか、あのあれで丸ごとでさ入ってないけんさ、バラバラともらってきとるけんさ、悲しい。じゃあ他の手段。あ、韓国海苔がある。韓国で買ったやつではないけど。いや、まあ米しか勝たんですよ。米大好き。で、そう、メールに送りたいのが、福フェスのメール送ってない、送れてないよね。湿気取るって言うよ。なんか湿気るとか言う人おるよね。湿気る、湿気、湿気ってるみたいな。私は湿気てる派です。湿気る。キルキルキル、うん、あ、そうだ、最近自分のねインスタも載せたいんやけど、なんか順番が納得いかんくて載せれてないのプラス時間が
いい感じに合ってない。乗せたい、乗せたい、私が乗せたいタイムの時にちょっと乗せれない。最近毎日ね、何かがあるんで。ね、明日明後日は広島リアルお話し会 in 広島でございます。タイミング大事。ああ。うん？インスタの時系列は気にしてないというか、そう、あの X みたいな、5分単位とかのそういうのはやってないけど、でもなるべく20時台に載せたい。ハベニと同じでハノリは教えてあげるべきだよね。そうだね、まあ教えてほしいですよね。私は教えてほしい派です。なんか最近なんかで聞いたのは、その場で直せることは教えてあげた方がいいらしい。例えばそれこそハベニとかハノリとかハゴマとかごまが挟まってる、そういうのは言ったらすぐに直せるものじゃん。だから言うけど、例えば何やろうね、ちょっといい例えが出てこんけど、目が小さいねとか肌がニキビできてるねとか、そういうのはその時に直せないことだから言ってもその本人が直せず気にしてしまうことは言わない方がいいっていうね、っていうのを最近なんかで聞いて、それはそう確かにって思いましたね。やーだー、これちょっと配信で言わない方がいいかな。でも言っていいかな。いや言わん、まあでも別にこれはどこのとなんですね。結構ご飯食べたのにさ、めっちゃ長い髪の毛出てきた。死んだ死んだ。しかも、いや一瞬ね自分のかなって思ったんやけど、めっちゃ下の
ほう、ちょっともう食べるのやめた。めっちゃ下の方からもうご飯の間の間から練り込まれたのが出てきた。ショック。しかもなんかめっちゃ茶髪やけん絶対サラじゃない。こんな真っ黒なのに。もう海苔だけ食べる。もう海苔だけ食べるから。わ、全然気づかんかった。もう海苔だけ食べちゃうから。運気が上がったよ。どういうこと？運気上がるん？さすがに食べれない。もう見てしまったらさすがに食べれないかもしれない。気づか知らぬが仏ですよ。まあでも人の手で作っているという、人の手で作っている証拠ですね。海苔だけにした。おいでます元気さん、アクエルサンタさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。大愚さん、森健銀河さん、ちくわパッパスさん、さやまっちさん、20世紀ともちゃん、いとちゃん、くまーなっぽーさん、ありがとうございます。海苔は多分工場生産なので大丈夫です。変な添加物が入っていない、変な添加物の入っていない人の手で作られた証拠でしょう。知らんけど、まあ別にもうお腹空いてないので大丈夫です。昨日差し入れいっぱいもらったからね。お菓子をいっぱい持ってますね。フィナンシェ、あ、でもフィナンシェこっち、あ、待って、こっちもあるやん。23まで、あ、今日までのフィナンシェがあるんやった。フィナンシェ食べよう。これは差し入れじゃないけど、スマイルさんありがとうございます。賞味期限が今日までの、え、今日23日よね。皆さんは賞味期限守る派ですか、気にしない派ですか。
スメールを送りながら喋れます。私は結構気になる派です。まあ物によるけどね。俺はほう。消費期限すら、消費期限すらって消費期限こそ気にするんじゃない？普通賞味期限ならわかるけどさ、消費そしたらもう、え、でも賞味、なんか納豆とかもともとある意味腐っとるようなものなら、発酵じゃん、あれ発酵物だから、それならまあって思うけど。おいでます元気さん、ありがとうございます。まあ物によるよね。なんかふりかけとかならまあ大丈夫かなって感じ。ふりかけとかやったらそういう系はいけるって思うけど、まあそうね、生ものとかはちょっとね良くないかもしれないですね。そう、乾燥してるやつなんて言うの、乾燥しとるようなやつはいけるって思ってしまう。わかる。キムチはさ、前食べたらめっちゃ酸っぱくて、あ、これはダメだってなった。キムチも発酵食品やけ、発酵は発酵でもあんま良くないってことですよね。まあ味がちょっと落ちちゃうからね、なんでも。意外とみんな気にしないってことですね。結論、ものによる。でも確かにそれでめっちゃお腹痛くなったとかなったことない気がする。わお、覚えてないだけの可能性はあるけどね。もう忘れとるだけの可能性も大いにあります。
それ一応強くはないと思うんやけどね。乾燥した生ハム？何乾燥した生ハムって、乾燥した生ハム？ハム？何それ知らん。そうでもさ、ペットボトルとかは気にするよ。あれは賞味期限というよりかはできるだけ口をつけずに飲む。なんかすぐ菌が繁殖するっていうけんさ、けんそのペットボトルの飲み物、口をつけたペットボトルの飲み物を次の日も飲むなんてことはない。そう、なんかあんまり良くないっていうけんさ、コップに、家ならね、家ならそうなんやけど、出先とか、出先とかでは口につけんように気をつける。もう秒で、もうそんななんかす、ね、すぐ飲みきるような時は全然つけて飲みますけど。竹まつるさん、森健銀河さん、ありがとうございます。メールを書いてます。緑茶は殺菌作用があって菌が増えないらしい。ウケるそのペットボトルにも緑茶の殺菌作用働くん、面白。さあ緑茶ばっかり飲むけんあんま風邪ひかんのかもしれん。もしかしたら関係あるかないかは知らんけど、さ、もしかして風邪予防になっとるかもしれん。緑茶ばっかり飲んでるけど、もしかしたらあるかもしれません。めっちゃ今日お腹が鳴る。それはあるんかな。そうや、アンナちゃんにもらったやつ開けてみようか。これはアンナちゃんにもらったプレゼント、なんかかわいい。え、これはもしや
私はもしさ、甘いも甘い飲み物はカフェ行った時しか飲まん、飲まないです。ローラーボール、これはあれではないですか。え、いいね。え、いいね。ちょっと待って。あ、待って、これいいかもしれん。ちょっと私最近こういう系買おうとしていたんですよ。これあれじゃん、熊本で作ってもらう系のやつと一緒じゃん。あの、いい香りのやつもらっちゃった。あ、で、このケースってこと、これが。へぇ、ケース付き、ありがとう、あぶちゃん。あぶちゃん、ありがとう。あーね、あーね。で、こうやって、これは収納付きや。いい香りでございます。この香りは、うん、好きな香りです。持ち運び用、絶対見てないけど。アナちゃんも配信見てるわけないけど、ありがとうね。そう、 LINE はしたんですけどね、 LINE はしましたが、アナちゃんが昨日の福フェスを見てくれていて、終わった後 LINE でサラピ輝いてたって LINE くれて、輝いてたって言い方かわいいと思って、あんまない、輝いてたっていう言い方あんまないけんさ、アーナちゃんからの輝いてたお言葉いただきました。うわ、そしてひなさんからは、皆さんからもジルをもらいました。皆さんからはなんかサラピに似合う色だと思ってって言ってくれたんですよ。何これ、あれれれ、下地ではありませんか。ゾウキさんのねストーリーにアナちゃん登場しとった。サラもストーリー撮ってアナちゃん乗せていいよって言われたけど、なんかあんまりさ、田中美穂もそうやけど、田中美穂とアナちゃんをあんまりね、なんかそんなにあんま見せたくないと思って。そう、 なんていうんやろ、あの二人の希少価値をちゃんと高めときたい。なんかそう、あの二人は希少価値をちょっと高めようということで、そんなもう誰でも見れるところには載せない。そう、アナちゃん載せていいよって言ってくれるんやけどね。かわいい、え、かわいい、ひなさんがくれたこれ、え、かわいい、これもう飾っとるだけでかわいくない、かわいい、下地だ、メイク下地、え、嬉しい。ちょっとメイク下地も最近ちょっといろいろね、どうしようと思っていたので、え、嬉しいな、ちょっと出してみようかな。みんなもう私がジルを好きだということを、あ、いい香りする、分かってくれている。でもひなさんもね、ジル、そう、ひなさんにはちょっと悩んでいるものがあるんですよ、あげるもので。あ、これは良きですね。あ、嬉しいお色味の下地をいただきました。明日早速使おうかしら。明日使おうかしら。これもいい香りする。そう、さすがね、趣味が合うひなさんです。ひなさんありがとう。絶対見てないけど、ひなさんも、ひなさんにもちゃんと、あ、会った時、もらった時にこれ言ったんでね。で、ひなさんのは待っててねって言ったら、ひなさんに、楽しみって言われた、楽しみ。なんかもういろんな香りがする。
20世紀ともちゃんニットちょっと編み物ありがとうございます。これかわいい。そうね、ジルスチュアートの何が好きってもうこういうところが可愛いところがラブです。こうやっていちいちね、いちいち可愛いところが好き。これがついてたりとか、わーい。ぜひね、皆さんひなさんにお会いする機会があればお礼言っといてください。まあその電車バター別にその配信に何回もコメントしたりはしなくていいですけど、明日の準備もしないとね。タワーのお礼もまだできてない。メールはちょこちょこ送ったんですけど、ん？今日あれ？あ、そっかそっかそっか。今日も祝日ってことか。なんかもうおかしい。感覚がおかしい。私服、あさってがコスプレと言ってしまった日です。あーあー言ってしまった日です。後悔後悔とか言って後悔。こうか。何を後悔するのか。コスプレをすると言ってしまったことで後悔や。まあでもコスプレなんてものもね、まあこういう職業をねしていないと、まあなかなかできることではありませんのでね。はい、サラピが嬉しくて泣いてるってひなちゃんルームから。誰だ嘘ついたの。誰ですかそんな嘘の。ひなさんにそんな嘘をつかないでもらえますか。最低。誰だそんな嘘ついたの。誰ですかそんな。ひなさんにそんな。誰ですよひなさんをそんなこと。私はひなさんにそんなことをする人は許しません。泣いてないです。はい、ひなさんにいただいて嬉しかったんですけど、そんなそんなプレゼントもらって嬉しかったですけど、そんな簡単には泣きません。ひなさんありがとう、ひなさんに言っといてねと言ったけど、さすがに泣いてません。すいませんね。いや明日じゃないよ。ん、明日、え、明日コスプレ。違う違う違うよ。え、違うよ。違います。
コスプレするかもって言ったのは25日。のんたんさん、ありがとうございます。明日は最後の時間がツーショット。あら、そうなんだね。一応かもって言ってるんで。あれれれれれれれ、ただの例がおかしいことになっているかな。あーね、19日、あさっては1時間目というか一番最初がツーショット。マジマジですか。確かにそうやった気がする。ですかね。しかも押し増しできないならある程度来てくれるってことですかね。朝からコスプレ助かるってどういうこと。こっちは何も助からんけど朝から助かるとは。明日は押し増しできるってこと？じゃあ明日は県ない人でも当日来れるんではありませんか。あ、当日買うことはできんってこと？押し増しだけ？あ、なんかちょっとよくわからん。そう、ありがたいことにね、ツーショットは今まで全部押し増しできないぐらいの売り切れていたのでね。まあ今回はね、2日間連続あるんでね。あ、当日買うこともできる。そうなんですね。19日の分、花火師さんありがとうでした。ありがとうでした。まあ見たらね、言えば返事していただけると助かります。マックスさん、ありがとうございます。なんか明日お話会、しかもなんかリアル、なんかオンラインの気持ち明日リアルって気がせんかも。
明日リアルお話会館ない。しかも広島やけんさ、余計にない。どっかの県に行くってなったらあれやけど。じゃあ2時間目からです。よろしくお願いしますね皆さん。そうさんもね、早く寝ようと思う、今日は。明日は産業会館かな。広島の時いつもあそこよね。あそこしかないんかな、いい感じの場所、お話し会とかをするいい感じの場所は。ないのかしら。MJ さんありがとうでした。どうでした。会場に加湿器、でもそういうの加湿器ね、すぐ充電なくなる。でも確かにな、ありっちゃあり。ちっちゃいし、ちっちゃいやつなら持っていけるね。確かに覚えとったら持っていこう。持参したのになんかサラだけさ準備してもらったみたいな思われるかもしれない。持参物なのに。いつもねリアルの後喉痛める。確かに。しかも今回ね2日連続やけんね、痛めてしまったら明後日にも影響が出る。すけさんありがとうでした。ありがとうでした。うどむさん、ケイト、ありがとうございます。そう
日連続ありますからね。2日とも万全なね、あれでいけるようにちょっと買い付き覚えとこうかな。そう、なんか充電式なんよ。でもね、その充電がすぐ切れるんよね。家でもすぐ充電切れる。でも全然持ち運べるぐらい小さいけん、水はさ、まあ別に会場に行ってあるけんさ、全然持っていけるっちゃ持っていけるかも。充電さえしておけば、まあ充電器も持っていけばいいけど、めっちゃ順位パンタン。なんかの時、あ、ファンミーティングの時だ、の時にパセリが自分で持参しとった、東京まで。でも喉がやられとったっけ。ゆきさん、ありがとうでした。ありがとうでした。計画さんはまだあるよ。あ、前回喉がやられた時に買った龍角さんがまだあります。45分、メールをまた送らないと。やることありすぎてやばいね、いろいろと。今週特に家におる時間少ない。でもなんかあんま家におらんけんこそ、家に帰ってきた時めっちゃ落ち着く。さん、ありがとうでした。ちょっといるかいないか分かりませんが、とりあえずね。ありがとうでした。おいしょ。じゃあ明日いるもの、メモ、加湿器、メモ、加湿器、なんか最近ほんとずっと天気悪くてさ、晴れた空を見てない。ほんとに晴れの空を見てないですね。
はどうなんやろ広島。なんかさ金曜ぐらいからさもう晴れみたいな感じやったはずなのにさ、なんか今日もチラチラパラついてましたよ雨。広島天気、まあ会場内はねいつも暑いけん、まあ寒いぐらいでちょうどいいかもしれんけど、明日の天気は晴れのち曇り。なんで曇りになるん。日曜晴れ時々曇り。あでもまた26に、あまたちょこれくらいはまた晴れっぽいですね。ん、あ大丈夫そうではあります。明日は雨は降らないっぽいですよ一応。今日で雨は終わりかな。まあ会場内はいつも暑いんで大丈夫。充電がなかった。充電が 10% になって止まってました。雨が降って前に来てくださいね。気をつけて気をつけて会いに来てください。まあ晴れの日でも気をつけて会いに来てもらわないとねいけないんですけど、今日最後のメールを送りましょうかね。STU ん？公式STU ラボ、STU ラボ、これはメールを打ちながらみんなにも言ってます。 STU ラボ番外編として嗅覚診断に行ってきました。鼻全3話、まあ第1話ですね、一旦第1話見て面白い思います。見てね。いやすごいよね、なんか匂い香り鼻でこんな分かるんやと思ったもん。
シーンがあった。みんなにもね言ってほしい。もはやそう言ってほしい。なんか占いみたいだったよ本当。なんか占いよりも信憑性のある占いみたいな。占いではないけどなんか自分を見透かされる感じ。しかもそれがさ嗅覚でわかるなんてすごいよね。面白結果になってると思うのでぜひ皆さんこの配信が終わったらぜひ見てください。さあもう見てはないのでまあ言ったけん内容はわかるんやけど、でもなんかどういう感じになってるかはちょっと見てみようと思います。まあ行くのはハードル高いと思うけど、まあ行くのはハードル高いけどゲットしたいよって方にはねまあ何かあるかもしれないので。週に1回更新されるんかな。そういうわけでもない。週に1回ではないかさすがに。まあ、次がいつ公開されるのか知らないですけど、まあぜひ見ていただいてね。次は26日。あ、そうなんや。そうなんですね。そうなのですね。あ、リンクも貼っといてあげましょう。なんかさこういうのってリンクが貼ってあるとさ見ようっていう気持ちになれるじゃん。なんか見ると思うけどどっちにしろ見てくれるとは思いますけど飛びやすい方がいいじゃないですかきっと。ぜひYouTube の方にもねコメントしてください。サラピのこういうのが知れて嬉しいみたいなね、それもぜひね。でね、よし、 OK。 それでは10%も切ったということで、そうそう、メールも送ったのでランキング読もうかな。元横さん、もてらさん、モンブランさん、ミミさん、ひろみさん、ありがとうございます。私もね明日がありますのでゆっくりお風呂に入って明日の準備を寝てじゃない準備明日の準備をして寝たいと思います。それではランキングを読みたいと思います。48位ピースさん、24位竹松るさん、13位大具さん、12位のんたんさん、11位めっちゃきのこさん、10位うどむさん、9位バオバブさん、8位安兵衛さん、7位糸ちゃん、6位やじうまさん、5位おいでます元気さん、4位花火師さん、3位ゆうちゃん、2位20世紀ともちゃん、1位赤ヘルサンツさん、ありがとうございました。それでは明日来られる方は広島会場でリアルお話し会会いましょう。お待ちしてます。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。